あれ、どうしたの、ユキさん。揚げもち太郎をじっと見つめて。私も莉子様のように自由研究をしてみようかと思いまして。ああ、それで研究対象が揚げもち太郎なんだ。はい。それでどんな研究をしてるの？今は揚げもち太郎の食感を調べています。食感？ああ、触り心地か。はい。まず右頬はもちもち、左頬ももちもち、下顎ももちもちでした。さすが揚げもち太郎、どこもかしこももっちもちだ。でもその感じじゃ全部もちもちじゃない？それが違うのです。このあたりお腹はふわふわ、そして背中のこのあたりはプルプル、そして後ろ足のこの部分だけプニプニなのです。意外に奥深いんだな、揚げもち太郎。わお。次回、君はメイド様、君は逃さない。見ていただけたら幸いです。